NHK 総合テレビ役も森中継局は北海道二見郡役も町及び茅部郡森町にかつて存在した NHK 函館、放送局総合テレビの中継局である。なお、正しい名称は NHK 森町テレビ中継局及び NHK 役もテレビ中継局であるが、ここでは、便宜上 NHK 総合テレビ役も森中継局として記述する。 当中継局のある薬雲町及び森町は地理的に室蘭市の室蘭送信所からの電波が受信されているが、大島市町のエリアである両町に向け NHK、NH 函館放送局が総合テレビのみ中継局を設置していた。地上デジタルテレビジョン放送の中継局は当地には設置されず、室蘭市の測量山に大島デジタル中継局を設置して、 当中継局のエリアをカバーすることとなった。これにより、アナログテレビでは、NHK 函館放送局のローカル放送をカバー、できなかったおしゃまんべ町でも受信可能となった。また、教育テレビと在札民放テレビ局については、札幌送信所以外は全て中継局扱いのため、同じ測量山にある、室蘭デジタル送信所、中継局の送信エリアとなる。 薬務中継局上記2局は、地上デジタルテレビジョン放送が、都道中継局でカバーされ、被害等となったため、2011年7月24日の停波をもって運用を終え、廃局となった。ありがとうございます。